下腹が出ている方は今回の腹筋方法がおすすめです。今回の動画を最後まで見てもらうことでお腹を引っ込めるためにはどうしたらいいのか、なぜお腹が引っ込まないのかというのが分かってきます。ぜひ一緒にエクササイズしましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹を引っ込める腹筋方法ということでヒップリフト腹筋というのを紹介します。お腹が出ている原因としては脂肪だけではなくてですね、腹横筋と骨盤というのが関係しています。腹横筋というのが身につけばですね、お腹を押さえる力が身につきますから自然とお腹が引っ込んできます。そして骨盤の角度がしっかり立てることができるようになれば、お腹やお尻が引き締まりますから、姿勢が良くなってですね、下腹ぽっこり、お腹全体が出ているってことが改善されます。で、通常腹筋とかをしてですね、お腹を引っ込めようとしている人多いと思うんですけども、実は腹筋はですね、腹直筋、お腹の外側を使いますから、腹筋をしてもお腹は引っ込まないです。ですが、腹横筋と骨盤の角度を意識できる腹筋をすることで、確実にお腹が引っ込みます。今回はたったの5回しかしません。たったの5回で変化を感じれると思います。やり方を説明していきます。はい、皆さんまず通常腹筋、膝を上げて腹直筋を使うクランチやってると思うんですけども、これでは腹横筋と骨盤が関係してないです。なので腹横筋を意識するために息を10秒間ぐらい吐き続けながら止まります。はい、やり方としてはですね、足を肩幅に開いてお尻を上げます。このままでは骨盤がまだ前傾しているので、この時に骨盤をちょっと後傾させます。お尻を少し下げて、おへその穴をもっと自分の顔に向けます。上げるだけではこうです。ちょっとお尻を下げて、おへそを自分に向けることで骨盤が今立ってます。この状態で上体を起こして息を吐き続けながら、息がなくなったら上半身だけ帰ります。また息を吸って吐きながら、ふーっとおへその穴を自分の顔を向ける感じでお腹をどんどん引っ込ませていきます。今の動きをですね、一緒に5回やっていきましょう。そうすることで腹横筋が身について骨盤が立ちますから、下腹が引っ込んで姿勢が良くなります。では一緒にやりましょう。まずお尻を上げます。お腹を引っ込めながらお尻を少し下げます。腰を丸めます。上体を起こします。息を吐き続けながら、息がなくなったら上半身返して、息を吸って、もう2回目です。これを5回やってください。息は細く長くです。いきます。お疲れ様でした。これで腹横筋と骨盤というのが意識できてると思います。骨盤が前傾してたのが骨盤後傾してますから、お腹が自然と引っ込んでます。そして腹横筋が使えてるかどうかのポイントとしては、腹直筋が疲れないところにあります。普通腹筋するとですね、腹筋が痛くなるので腹筋してる感じがあると思うんですけども、今回のやつは腹横筋をターゲットにしてますから、すごい腹筋が疲れた感じないと思います。もし腹筋が疲れてる感じがあれば、もっと息を吐いてお腹をどんどん引っ込める意識をしてください。なので今回のたった5回しましたけども、お腹は正直全然疲れてないです。腹横筋と骨盤を意識してますから、こんなんでお腹引っ込むのって思う方も多いと思いますけども、腹直筋を使ってないからです。これがいいんです。
ぜひこれたった5回ですから毎日やってみてください。そして腰を丸めることで骨盤の角度が良くなりますから、やはり腰が温まっている時がいいので、朝とかするよりもエクササイズ後、筋トレ後とかお風呂上がりっていうのがおすすめです。ぜひやってみてください。今日5回やった方、勉強だった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。これからも少ない回数で効果的なエクササイズを紹介していきますので、登録されてない方はよかったら登録お願いします。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.